名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラジオ。さあここからは名古屋外国語大学や名古屋学芸大学の在学生卒業生をお迎えして今頑張っていることをお伺いして全力で応援していく5分間です。今日は名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科4年小川貴也さんお迎えしております。小川さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、今の学部学科を選んだ理由から教えてもらっていいですか。はい、わかりました。はい、僕は小さい頃から、大工だった祖父の影響でものづくりがすごく好きでした。へー、はい、そうなものづくり、なんかものづくりです。じゃあ昔おもちゃで遊ぶとかこう粘土で作るとかも好きでした。そうですね、本当にそういうところから、うん、結構ノコギリとか使ってもう、あ、日曜大工的なもうやってましたね、遊びの中で。あ、 DIY みたいなところか、はい、あ、結構じゃあそういうの、まあ、好きでずっとやってたんですね。はい、そうですね。へえ、それが職業にしたいって思ったのはいつ頃からですか。それが職業にしたいなって思ったのは、うん、なんかこう中学校ぐらいの時にこう何かをなんか一からなんか形にしたいなって、まあ、それを誰かに喜んでもらいたいなって思って、うん、なんかそれを将来仕事に就きたいって、まあ、中学校ぐらいに少しずつ思い始めて、うんうん、で高校の時にそのこの大学を、高校の先生に勧められて、うんうん、今回このあの入学したっていう形。そうなんですね、先生からの勧めで。そうですね、はい。でもなんかオープンキャンパス行ったりとかなんかしたんですか。あ、そうです、行きましたね、何回か夏と、はい、そこでなんか決め手みたいなのはどんなとこだったんですか。決め手みたいなのはやっぱりあのすごく先生と、まあ、生徒の距離が、まあ、先輩方の距離がすごく近くて、うんうん、すごく仲良くしてくれて、うんうん、なんかあこの雰囲気でなんかデザインとかなんかできるなら面白そうだなって。あ、そうか、はい、空気感あったかさっていうところを感じて、はい、この大学がいいなっていう選び方だったんですね。 はい、そこから実際に入学されて今はどんなことを学んでらっしゃいますか。そうです、今はまあ、ものづくりとかだけではなくて、うん、体験とか、まあ、新価値の創造みたいな、うん、ところの、まあ、ことづくりっていうところを学んでいますね。ものづくりだけじゃなくてことづくり。そうですね、楽しいですか。楽しいですけど、まあ、ちょっと大変な部分もありますが。そうですよね、はい、じゃあ今頑張っていることも教えてください。あ、はい、今は、今月1月18日から開催される名古屋学芸大学の卒業修了制作展の制作に、力を入れています。おお、どうですか進み具合は。まあ、ちょっと頑張ってる、まあ、あともうラストスパートなのでそうかそうか、はい、どんな形にしたいなって思ってますか。いや、まあ自分の、まあ、展示もそうなんですけど、はい、よりなんか、いろんな、あの展示以外にも、その展示会全体の運営や広報にも自分が携わっているので、はあ、なんかもっとより多くの人たちに、自分たちの作品を見て何か感じ取れるような、なってはいけばと思って今頑張っています。そうなんですね、はい、個人の自分のこの作品だけを見てほしいとかじゃなくて、もう会全体を成功させたい、はい、みんなにいろいろ感じてもらいたい。そうですね、まあでもそれこそ大学生活で今まで学んできたこととやってきたことの集大成。そうですね、もう本当に集大成ですね、もうみんなも頑張っていて、いや無事に成功しますように祈ってますね、はい、じゃあ最後に受験生の皆さんに向けてアドバイスいただけますか。はい、わかりました。僕は高校の時は普通科に通っていて、うん、で大学で本当にちゃんとデザインとかができるか不安だったんですけど、先生のサポートだったりとか仲いいお友達のおかげで今では4年前に比べて自分はすごく成長できたのかなと思います。うん、なので入学前になんかすごく不安な人もいると思いますが、自分の好きな作品とかを、作る、まあ、できるように頑張ってもらいたいなと思います。あ、すごい、ご自身の体験も含めてエールを送っていただきました。はい、受験生の皆さん頑張れ、フレーフレー。名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラジオ、今日は名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科4年小川貴也さんにお話を伺いました。小川さんありがとうございました。ありがとうございました。